3月18日の月曜日です。今日はコロナの抗体検査にやってきました。私が働いていたあのオフィスではあのロックダウン前まで前にあのすごい風が流行っていて、みんな次々あの移ってたんで、当時私も別に熱とかは出なかったんですが、ちょっと喉が痛い日が2日ほどあったので、それがちょっとコロナであったら抗体持ってるかもってちょっと期待してるんですけども、また検査結果は数日後になるようなので、それまで待ちたいと思います。結構並んでます。グラブもらいました。友達間に合いました。よかった。はい、友達が間に合いました。よかった。これから抗体検査を受けます。2人とも無事、いつの間にか抗体持ってることを期待してるんですけども、結果は数日後みたいです。またなんかテスト中止みたいです。テストは、病院ではなく、おそらく工場みたいなところのなんか体育館みたいなところでやってました。出口はここです。こんな何もない閑散としたところでやってます。こんな感じです。今友達が出てくるのを待ってます。あ、出てきた。無事終わりました。どうでした？泣く時が痛い。探るなみたいな。テストは注射でした。すごい痛かった。なんか私血管が細いので、なんか毎回刺してもなかなか血が出なくて、今グニ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 やられて、なんかすごい痛かったです。とりあえず終わりました。なんかテストの結果はなんか5日ぐらいかかるって言ってました。で、結果が出たら E メールで送るって言ってます。こんな感じでした。また報告します。こんにちは、ラビです。今日は先日受けた抗体検査の結果が出たので、発表したいと思います。で、ちょっと私カメラに向かって一人で喋るのがすごい苦手なので、一緒に検査を受けたたけちゃんにも来てもらって一緒に発表しようと思ってます。で、たけちゃんは最近ちょっと YouTube デビューしたので、ちょっと自己紹介していただけますか。はいはい、皆さんこんにちは。はじめまして、ニューヨークでウーバードライバーをやってる、竹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。でもニューヨークで日本人の人で、ウーバードライバーやってるのってすごい珍しいんですけども、はい、ウーバードライバーってどんな感じで仕事されてるんですか？ですね、そうなんですよ。ウーバーって日本で言うと、ウーバーイーツ、食事を配達する方で多分浸透してると思うんですけども、こっちでね、ウーバーっていうと配車サービスで、タクシーみたいにね、呼び出してもらって、お客さんを目的地に連れていくというサービスになってます。
なのでこちらで、Uber ドライバーっていうと配車サービスの方になりますので、そちらの方よろしくお願いします。ちなみにやっぱりロックダウンになった後っていうのは人のなんか出歩く、ね、数もすごい減っちゃったんで、やっぱりそういうのこう営業にもちょっと影響出てるんじゃないですか。そうですね、うん、もうロックダウン始まってからもうやっぱり人が外出しなくなったんで、ウーバードライバーたちもね今休業してる形になってるんですよね。はい、じゃあ大変ですよね、みんなウーバードライバーの方たちも。そうですね、なのでそういうきっかけもあってちょっとね YouTube デビューしてみたので、皆さんよろしくお願いいたします。でもなんかやっぱりこのニューヨークでそのウーバーの運転手やってるとなんかこう変わったこととか面白いこととかもあったりします？そうですね、やっぱりニューヨークだとねいろんなやっぱり人種の方がいらっしゃいますし、それこそね日本では見ないような事件とかも起きたりはしますんでね、はい、そういう話はねちょっとおいおいしていこうと思いますので、今日はねちょっとコロナの方の話をしていけたらなと思ってます。はい、ではでもちょっと待ってくださいよ、そのロックダウン中っていうのもウーバーの一応ドライバーは続けてたんですか？そうですね、最初の方はちょっと続けてたんですけども、やっぱりね危険、お互いにこうお客さんとねやっぱりドライバーの方もこう危険というか自分たちのこう安全を守ろうということで、ちょっと休止する形になって、今ちょっと人数がもう本当に減ってますね、そうですよ、だってね車ってこうカバーすることもできないですしね。そうですね、やっぱり密室ですからね、そうなんですよね、感染する確率高いですもんね、特にやっぱり会話とかするとねその中にこもってしまうんで、はい、ということはもしかしたら過去に感染していて抗体ができていた可能性も高いですよね。そうですね、なんで、やっぱりそういう危険というか確率がね、高いなと思ったんで、今回もちょっと抗体検査が受けられるということでね、結果をちょっと知りたくて検査の方を受けてきました。はい、はい、じゃあちょっと結果発表しましょうか。そうですね、はい、じゃあ行きますか。さあ、はい、じゃあせーので、ドン、なしでしたこっちですね、なしですねなしなしですね、なんとがっかり、がっかりですね、私もねちょっとねこうロックダウン前にちょっとオフィスで風邪が流行ってたこともあったので、もしかしたらいつの間にかかかっていて抗体ができてるんじゃないかって期待したんですけども、結果は白でした。はい、なんでね僕も今話した通り移ってる確率高いかなと思ったんですけどもね、検査結果で、なしという結果が出たので、ちょっと驚きの結果なんですけども、はい、検査の日は5人で取りに行ったんですけども、はい、残りの、3人の方の結果の、はい、結果どうだったのかちょっと聞いてみようと思います。はい、電話してみます。どうなりますかね、楽しみ、どうかな、あれ かかってるかな、かかってるかな、スピーカー、もしもし、こんばんは。こんばんは。はい、結果来ました？結果、はい、抗体の検査の結果来ちゃいました。どんな感じかななんかこのなんかロックダウンの前にちょっとオフィスですごい、風が流行ってたじゃないですか。流行りましたね。でなんかちょっと体の調子も悪いって言ってたじゃないですか。はい、どんな感じの症状だったんですか？ですね、まだ仕事に行ってた時、ちょっと風邪っぽかったんですけど、ロックダウンってあれいつでしたっけ？3月の中旬過ぎくらいだから、3月中旬過ぎくらいですよね、はい、そうですよね。でそれの直後ぐらい、直後ぐらいになんか私ものすごい倦怠感に襲われたんですよ、はい、なんかコロナっぽいですね。そうなんですよ、ものすごい倦怠感に襲われつつ、はい、ちょっとなんか恐る恐る熱を測る、測ってみると、これ熱？それとも微熱なの？それともちょっと高めなの？みたいな感じの微妙なこう37度、37度とか一部、37度一部、南部的な、
まあ、そんな感じの体温で、はい、だって娘がいるから、うん、もうね絶対これを移せないと思って、うん、もう自分の中で私は、うん、もうかかってしまっているっていう決定で、うんうんうん、めっちゃ家の中でマスクとかしてたんですよ。でそれがね3日ぐらい続いたかな、本当に倦怠感が出て、うんうんうん、だからもしやそれはそうですよね。みたいな、うん、はい、私もなんか当時なんかね喉がね2日間ぐらい痛くて、いや私もちょっと移ったかなとかね、まあ、そういう感じだったんですけどね。うん、で、ですよね。で結果は？結果の方はいかがだったでしょうか。でか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 。白。白ってことはなしということですか。なし、まゆみさんもなしか。ノットディテクテッドです。ノットディテクテッド、そんな状況でも、うん、空振りですね。というわけであれは、うん、コロナの倦怠感ではなく、はい、急になんていうんですか、急に引きこもったがゆえに、うん、運動量が下がりよくある週末に体調崩すの、うん、ちょっとひどいやつそういうこと、うん、そういうことだったみたいです。うん、そっか。それでもちょっと驚きの結果ですね。ねえ、そうですね。うん、そうですね。まあまあこの際ねえ、もうやっぱり第2波のこととかを考えると、うん、やっぱ抗体はあった方がいいのかなとか。そうですよね、ちょっと期待したんですけどね。うん、そうですね。うん、そう、でもノットディテクテッド。残念でした。さようなら。おやすみなさい。お、用なしです。バイバイ。じゃあね。おやすみなさい。また。はい。はい、大事に。っていうことでした、はい、やっぱりね。ただなんかやっぱり周りがコロナコロナってね、そのね、うん、ロックダウンになる前から、うん、みんなその話題になってたんで、うん、もう私はコロナに違いないってそう思い込みですね。そうするとやっぱり熱も出てくるしね、うんうん、まあでもね、前向きに考えたらね、うん、まあ、映ってなかったし、うん、人にも映してなかったということで、そうですよね、うん、そうですよね、うん、確かに。うん、まあ良かったと。良かったとしましょう。じゃあ次、はい、もう一人の方にちょっと電話してみようと思います。はい、それではもう一人、はい、一緒に検査を受けに行った、はい、友人で、エッセンシャルウォーカーのサポートの仕事をしてらっしゃったので、はい、ロックダウン中もお仕事行ってらっしゃったんですよね、はい、だからやっぱりちょっと抗体持ってるちょっと確率がちょっと普通の人よりもあるので、ちょっと結果を聞いてみましょう。はい、お願いします。はい、上がるかな。どうでしょう。あ、出た。こんばんは。こんばんは。はい。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい。はい、なんかロックダウン中もずっと仕事されてたんですよね。そうですね。うん。はい、週にだと何日ぐらい仕事されたんですか。最初ロックダウンしてから。はい。1ヶ月ぐらいはまあ週に、半分ぐらいですか。あ、そうなんですね。おで、その後はそうですね、4月20日ぐらいからは毎日。はい、うん、はい、ね、ということはね、なんか他の人とも接触されたりとかしたってことですよね。そうですね、うん、じゃあやっぱりちょっと抗体持ってる確率が他の人よりもちょっと高いですよね。うん、はい、買い物行ったりとかもしてますし、うん、あ、そうなんですね、うん、そうですね。で、結果来ました。結果来ましたよ。あ、来ました、はい、じゃあちょっとどうだったんでしょうか、うん、いや、それが持ってなかったんですよ。持ってない。ガーン。持ってないということは抗体なしということですね。そうですね、てっきり持ってると思ったんですけどね。そうですよね、私もてっきり持ってると思ってたんですけどね。話聞いてる限りはね、すごく確率高いですよね、うん、なんかその私たちよりも先になんかテスト受けられたお友達の方もなんか抗体なかったらしいですよね。
あ、そうなんですか。あ、言ってたじゃないですか。なんかその私たちの先に、はいはいはい、うん、ええ、うん、そう、彼も持ってなかったですよね。彼も持ってなかったからね。今のところね、テスト受けた人全員抗体なしっていう感じです。あ、そうなんですか。はい、全員です。全滅。持ってたっていう人いないですか。いないです。誰もいないです。うん、そんなことがあるんですね。そう、一番かく、ね、可能性高かったんですけどね。うん、結構人には合ってたと思いますよ。そうですよね。まあ、まあ、ちょっとコロナに感染しない、あの丈夫な体だったということで、前向きにね、考えると、そういうことですね。はい、これからの第2波もちょっと気をつけて、このままね、かからないように。はい、はい、そうですね、ハリムさんも。はい、ありがとうございます。はい、いえいえ。じゃあ、気をつけてくださいね。はい、引き続き。どうもありがとうございました。いえいえ。はい、じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。っていうことでした。わー、びっくりですね。はい。実はね、私のね、ルームメイトも一緒にテストを受けたんですけども、はい、あの彼女はちょっと YouTube とか出るのはちょっと恥ずか、うん、もう声だけでも恥ずかしいって言われたんで、結果だけ、そう、結果だけ言いますけども、はい、あの抗体なかったです。あら。全滅です。いやー、すごいですね。はい、5人受けたんですけど、あの全滅、すごい、うん、ゼロゼロという結果になりました。なるほどね。うん、じゃあまた次の人に行ってみましょうかね。え、誰。誰かわかんないですけど。あ、実は、うちの娘は最初ね、はい、なんかあのテスト受けたくないって言ってたんですけどもね、はい、怖いからって、注射も怖いしって言ってたんですけど、はい、あの結局受けることになって明日行ってきます。で、その友達と一緒に明日、うん、あのもうね、クイーンズの、私たちが受けたクイーンズの、うん、あの施設はもう予約がいっぱいで取れなかったんで、あー、そうなんですか。ハーレムの、うんうん、あのところでテスト受けてくることになりました。なるほどね。その結果またね、はい、またどうなるかわからないんですけど、うん、ちなみにね、あのなんかあの注射受けたじゃないですか、うん、私のね、あの注射してくれた人本当下手くそで、うん、なんかあの、まあ、私もともと血管が細くて、うん、あのね、あの血液取るの難しいんですけど、うん、今回の人刺した時に全然血が出ないからって言ってね、うん、もう何回も中でグニ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 された挙句に、うん、すごい痛かったんですけどね、うん、もうね、またこんなんなっちゃいました。すごい、もう痛かった。もうこれは痛そうですね。痛い。あ、もう普通だったらね、なんか一回刺して血が出ない時って、うん、もう一回抜いて刺し直してくれたらいいのに、うんうんうん、もう刺したまま針をグリグリ抜いて動かして、それは痛いですね。はい、痛い目合いましたけど、うん、まあでも、まあ、抗体がなかったということで、うん、うん、まあ、じゃあ引き続き、はい、備えていきましょう。今回のテストは、うん、あのデパートメントオブヘルスという、うん、あの政府の公的な機関が審査して、うん、あのバイオレファランスという研究所が行ったあのテストでした。はあ、であのこういう結果になったんですけども、はい、あの5人のうち5人ともあの抗体持ってなかったっていう結果になったんですけども、はい、どう思われますか。いや、もう本当びっくりですけどね、うん、まあ、僕なんかも本当 Uber やってる関係上、いろんな人とね、ロックダウン前に会ってたんですけども、抗体がないと聞いてね、やっぱり驚きの結果だったんで、まあこういうこともあるんですねっていう話で、うん、でもすごくいい研究になったんで、はい、まあ、今後引き続きね、ロックダウンの続くニューヨークで、はい、まあ、あの病気に、ね、健康第一で皆さんで、はい、ステイヘルシーでいきたいと思いますので。そうですね、はい、はい、まあ、今までだね、誰も結局かかってなかった、うん、あ、まあ、かかってないというか、うん、あのちょっとあのその説明のところ読んだんですけども、うん、この軽い症状で、うん、かかっていても軽い症状だった場合は抗体が残らないケースもあるってことなんで、うん、もしかしてかかってたかもしれないけど抗体がなかったっていう可能性もあります、うん、で、あの結局なんか、今回のテストはそのテストを受けれる条件っていうのが、うん、事前に過去2週間か3週間以内に熱がないと、うん、あと頭痛もない、うん、咳も出てない、喉も痛くない、そういう症状が一切なかった人しか受けれないテストだったんですけども、うん、で、まあ、そういうのもあってこういう抗体がない人たちが圧倒的に多かったのかもしれないので、今まで、政府から出されている抗体を持っているパーセンテージっていうのが現時点で、まあ、約 20% って言われてるんですけども、うん、この今回のテストの結果が
まあ、全部まとまった後には、うん、そのパーセンテージは多分かなり下がりますね。うん、今は 20% ですけど、うんうん、それよりもだいぶ少なくなると思いますけどね。うん、だからそんなに思ったほど多分ニューヨーカーはそんなに抗体持ってないんじゃないか。4人に1人はさすが、5人か、うん、5人に1人はさすがにちょっと多すぎだったんで、うんうん、最終的にはもっと数字減ると思います。うん、ということはちょっと第2波は本当に気をつけないと。そうですね、はい、まあ、引き続き、はい、まあ、気を引き締めて頑張りましょう。ステイヘルシーで、はい、じゃあまた次回動画でお会いしましょう。バイバイ。